どうも,ーどうもー僕たち2013年デビューの和風ポワールといいますよろしくお願いしますはい個人名も覚えてください、はい、僕が高梨で、はい、こっちの顔も性格も気持ち悪いのは並木と言いますよろしくお願いしますただの悪口じゃんいや顔がさえの 裏っかみたいな顔してるねいやそんなひでえ顔しとらんわいやこんな顔ですからね<ー>昔から嫌われてましていや嫌われてもないからねあそうですかじゃ、うん、さいちばんにいじめを受けたのはいつだっけ幼稚園、うん、幼稚園の時に誰にいじめを受けた幼稚園の先生、うん、先生にどんないじめを受けたんだっけ毎日腹を蹴られてた、うん 頑張っていきましょう頑張れるかなんで始まる前にテンション落としたんだよいやでもねこれ皆さんね実話ですからまあそうだけどさねでもこんなことをね見返してやろうと、うん、お笑い芸人になったわけですからねそれは頑張っていきますよはい,はいぜひね応援の方にいただいたらね嬉しいかなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれではですね一芸を披露したいと思いますはいダウンタウンガキの使いやあらへん出てくるヘイポーさんが鶏に出会ったらいきますはい ああああああ、うん、ここここここど、うん、こここここ、うん、ああ、うん、ああああああどうしたの,<ー>うしたのもうやだ帰る。以上です芸能人と結婚するぞ以上和風ポーーでしたありがとうございましたありがとうございました